スマホの画面越しに、小さいショベルカーがたくさん走っていたらきっと面白いだろうなと思って楽しみながらアイデアを考えましたので、その部分に注目してみていただけたらと思います。ディスプレイの中だけでは体験できないアナログとの組み合わせこそできる体験型の広告が期待できるんじゃないかなと思っています。今回原寸大のショベルカーが登場するコンテンツになっているんですけれども、その臨場感だったり迫力っていうのを体験していただきたいと思っております。いろいろな効果音を AR に使って子どもだけではなくて親子で楽しめるコンテンツにしたところです。今後はこう SNS とかテレビみたいなこう双方向のコミュニケーションができると面白いのかなと、より進化していけるのかなと思います。楽しむ中で自然に親子でこう職業と性別の関係性に対する意識がこう自然に変わっていくといいなと思って、この着せ替え AR を企画させていただきました。